Yeah.
商店街みたいなとこ歩いたんですよ。歩かさせていただきまして、それからよく2、3年経ったのかな。また今年も出させていただき、本当にありがたいと思いました。ありがとうございます。嬉しいですね。25歳以下の方どれくらいいますか？はい、あうわピチピチ系ね。前富山来た時はほぼ同世代だったんですよ。そうなんです。お二人とか出ましたから、こちら出たのでね、もうね。僕はいいけど女性がね、来ちゃダメですよ。いいよね、別にね、関係ないからね。そんなもんね、気にしないでいきましょう。ということで、まあ時間が少ないので、そうなんですか、早速次の曲に行こうかなと思うんですけども、はいはい、次の曲はこの卒業シーズンにぴったりというか、もうつい最近卒業したばっかの子たちもいるのかな、はい、卒業した人、あら、おめでとう。なのでちょっと別れがテーマの曲を持ってきましたので、そちらをちょっと聴いていただきたいなと思います。You can't.
とうございます。ありがとうございます。ちょっとしっかりしちゃいましたので、聴いていただきありがとうございました。この曲ミュージックビデオだったりとか、あとサブスクでも聴けますので、はい、今日やった曲全部曲をねサブスクで聴けたりするので、ぜひチェックしていただきたいです。よろしくお願いします。ということで、もう残り1曲になりましてですね、ねえ、ありがとうございます。ライブする機会も少ないな。そうなの、めちゃくちゃ楽しいね、やっぱりこうやってね、皆さんと一緒に楽しめると。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます、みんなね、寒くてね、足もつらい中。そうだよ、もう今みんな膝ガクガクしてきてでしょ。ねえ、寒いよね、ありがとう、本当にね。じゃあちょっとこのタイミングでですね、そうだ、告知だけはします。告知をしたいなと思いまして、あの、私たち4月末から全国ツアーをすることが決定しております。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、富山にお金だから来れないんですけども、あの、近場で言うと新潟がありまして、新潟近い、新潟も近いって感じ。新潟近い、ちょっとかな、ちょっとみんなの顔が険しいんだけど、俺らのいいとこでは一番近いところ。そうだよね、ちょっと無理させちゃう感じなんですけども、新潟公演が5月6日のゴールデンウィーク終盤編、終盤戦ら辺にやりますので、ぜひぜひ、ゴールデンウィークちょっと暇かもみたいな方がいれば遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。します、絶対来てほしい。ぜひじゃなくて絶対来てほしい。7カ所あるから。そうなんです。もし東京とかに、用事があればね、ありますよね。ぜひ、7都市ありますので、1日2公演させていただきますので、嬉しいです。そして、各自告知がありまして、各自ゆうすけ君は、今ですね、TBS MBS 系列の方でですね、あのライアーというあのファンタスティックスの佐藤大樹が主役で、出ています、そのドラマにですね、僕佐藤ゆうすけも出させてもらってます。そして4月21日から、ダブルキャスト主演でですね、僕の、不幸君はキスするしかないというドラマにですね、出演させていただきますんで、ちょっと地方で映るかわかんないなっていう人はですね、TVer とかでも見られるんで、ぜひそちらでチェックしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やだねー。もうみんなメモっていただいてありがとうございます。先生そんなメモってないし。すごい。すいません、厚かましくてごめんなさい。よろしくお願いします。じゃあもう残り1曲なんですけども、はい、最後はみんなで一緒に踊れる曲を持ってきましたので、みんなで一緒に踊ります。踊れるかな。じゃあそれでは聴いてください。Just go!動画いっぱい撮って、今日はなかなかないからね、最近そういうライブもね、皆さん本当に今日はありがとうございました。この曲、片手を上げるだけの本当の振り付けがあるので、ぜひ皆さん一緒にやっていただけると嬉しいです。You
絶対来てね。ちょっとインスタフォローしてよ。全員やで。みんなバイバイ。